トベメンバーのハワイ夏休み密着映像。プライベート一面や冒険、感動告白。12-24夜9時30分アッペイヤーで全4回放送補送。イムパーダブルなエンターテインメント。日本のエンターテインメント業界で注目を集めるグループ、トベのメンバーが、ハワイでの夏の冒険を独占映像としてアビーマが放送することが発表されました。 この密着映像は、通常の番組とは異なり、メンバーのプライベートな一面や予期せぬエピソードが満載とのこと。高橋弘樹プロデューサーが語るには、全く予定されていなかった企画が、メンバーたちの意外な姿を浮き彫りにするものとなっているようです。本校では、この特別な企画に焦点を当て、メンバーたちの新たな一面や旅行中の出来事に迫ります。 飛べの夏休み、ハワイ密着映像とは、今年12月24日日夜9時半から、アビーマが、飛べの夏休み、からハワイ独占密着、新たな決意から、として全4回にわたり特別な密着映像を放送します。この企画は、飛べのメンバーである三宅県。 北山博光、ナンバーアイ、イムップがハワイに120時間滞在した際の貴重な映像を収めたものです。通常の公式番組とは異なり、これまで見せなかったプライベートな一面やメンバー同士の交流が視聴者に披露されるとのこと。メンバーの新たな一面に迫る。この特別な映像では、ト部のメンバーたちが通常の舞台裏では見せない姿を披露します。 プライベートな時間や自撮り、カメラによるその表情が初めて公開され、視聴者はメンバーたちのリラックスした一面に触れることができます。特に三宅健と平野紫耀が後輩に息を使いながらも、和気あいあいとした雰囲気で話を盛り上げる場面が注目されています。高橋博樹プロデューサーによると、会社員みたいで新鮮な姿、とのことであり、 トベメンバーの普段見られない一面に期待が高まります。ハワイならではの冒険とエンターテインメント。トベのメンバーたちはハワイならではのアクティビティやエンターテインメントを満喫しました。映像ではメンバーがペアに分かれてサーフィンやバナナボートなどのアクティビティに挑戦する様子や現地のショッピング、フラダンスの練習、ウクレレ演奏などが収められています。これによって 飛べのメンバーたちが普段のステージとは異なる一面を披露することが期待されます。最後の夜、感動の告白と未来への思い。ハワイでの冒険の最後には海辺でのバーベキューが開催されました。この場でメンバーたちはそれぞれの今後への思いや、この旅行を通じて感じたことを語り合うとのこと。視聴者は飛べメンバーたちの感動的な告白や、 新たな一歩を踏み出す姿に期待が高まります。高橋博樹プロデューサーのコメント。制作側からは、この密着映像が元々は放送予定外であり、メンバーたちが完全にリラックスしている様子が映像に収められていることが強調されています。特に、戸べのメンバー同士の初対面や後輩に息を使っている様子が見られるとのこと。 高橋博樹プロデューサーは、イケメンが油断していいね無理しているだけで、こんなに映像が持つのかと思いました、とコメントしており、飛べのファンだけでなく、新たな視聴者にも楽しんでいただけることを期待しています。飛べの夏休み、からハワイ独占密着、新たな決意からは、飛べのメンバーたちが通常の舞台では見られないリラックスした一面や、 ハワイでの冒険を追った貴重な映像です。視聴者はメンバーたちの新たな一面や感動的な瞬間に期待が高まります。12月24日夜9時半からの全4回にわたる独占放送で、飛べのファンやエンターテインメント愛好者は見逃せない番組となりそうです。